杉蔵さん、俊也さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、再始動したのが2010年、いろいろとお互いのお話も聞いてきたところで、まあお二人は腐れ縁って呼んでいいんですか？親友、腐れ縁、もう家族、うん、家族だね。家族だね、いいですね。高校時代から、はい、もう下着なんかぐちゃぐちゃだったからね。ぐちゃぐちゃだったもん、どういうこと？なんかなんつったろう、お互いね、夢をこう語ってるわけですよ、星を見ながら。はい、もう俺たちはプロになって、うん、武道館とか出ようぜなんつってんだけど、うん、お互いのパンツ履いてる。杉蔵のおばさんが俺のトレーナーじゃない。もうぐちゃぐちゃですよ、感じですから。え、それいいね、トレーナー着てる感じですか。その頃杉蔵のおばさんほらプロの音楽家だから。そうそうその頃俺たち下手だったから、あんたリズムはダメよなんつってんだけど俺のトレーナー着てる。あれと思った。今そう言いながらうちの隼人慎也ゴルフ仲間です。そう、すごい仲いいですから。そうなんですか、はい、一緒に出ちゃうんだ、回っちゃう。そう、はあ、そうなんです。この自慢のそうよ、まあ、自慢じゃないけど自慢じゃないけど次の母親俺のトレーナー来てたんですよ。そうですよ、その話聞きたかった。